どうもヘルザレットです。それではコントロールやっていきたいなと思いますと、緊急指令が来ましたね。いきなり指令が来たと。デイリーミッションかなんかかな。ちょっとこれは取り回そうかな。じゃあやっていこう。前回のから言うとマーシャルを助けに来たって感じだね。そう。マーシャル、can you hear me? Yes, I can hear you. Who is this?My name is Jesse Faden. I'm coming to help. Faden? Hold on. I'm setting the elevator for you. We need to talk. You got that right. More of you? Really? いやーと思ったけど、敵戦。いきなりか。ちょっと待った待った待った。ちょっと待った。待った。結構ぶれるんだよな。意外とぶれるよね。いた。ちょっと待った。マジか。そう。Yes, I can hit. My name is Kat.飛ばすことはできないと。こうやな。そう。これとっけ。結構来るね。意外と頭当たらないね。あ、これで OK かな。結構急に来るんだね。エレベーターさっきのところだけど、こっちは特に関係ないか。さて、いや、これは繋がっただけっていうか戻った感じか。んじゃ普通にエレベーター乗りますか。いやーこれ進んでる？進んでるか。味方やね。こっちはアイテムは特になし。資料ゲット。さあマーシャルに会いに行きますか。特にでも資料的なものは落ちてない感じかな。お、ここ浄化するか。まあアップでも特にね、貫通もちょっと気になるんだよね。
ょっと待って、ボードは、研究セクター、あ、この辺りか。じゃあ先行きましょう。あれ、まだ奥ってか何してんだ？もう休憩してる感じやね。There you are. I was starting to worry. お、いたいた。さあ、マーシャルと会話しますか。Congratulations on your appointment, Director Faden. I'm Helen Marshall, Head of Bureau Operations. Zachariah is dead then, and I assume you found his gun. Just call me Jesse. Trench told me to find you. He said you could help.And he told you this through the hotline. Makes sense. None of this fazes her? Really? Here's the situation. Darling created the HRAs in a lab nearby. We need more if we're gonna survive this attack. My rangers can't secure the lab alone, not against those things. We need more firepower. At least she seems to know what's going on here. She could know about Dylan. I can clear out the hiss. I'll be your firepower.That's a good answer. Is she testing me? Darling has systems in place to protect his labs. This should help you get past them. We'll talk more after you clear out the hiss. Rangers, let her through. We'll have to lock the door behind you. Sorry, but we can't risk a breach. さあ、とりあえずお手伝いする感じになったかな。助けに来たというよりかは。サポートしに来た感じだね。頭普通に踏んでいったけど。あ、なんかむしったような感じだった。結構。おお、招き猫。あ、手が動くのね。なんか今、ああ動きやつか。まあ触っとくか。レベル5、ここクリアしてからだろうかね。さあ、絶対的。あ、いたね。お、これはちょっと先に相手を取っとくか。なんか味方がいる感じだったしね。ほっといて、ここ。あ、ヒーラーいるのか。これはちょっと困る。いやー、また君出るか。儀式部門、儀式部門。まあ、レベル3。私はちょっと厄介なのよ。だいぶここまで相手してると見た目に慣れてきたね。さがりながら、地雷
外型はなきついよねやっぱ。さあ浄化ポイントかな。アイテムを拾いたい。こんなもんかな。さあ、お、なんだこれ。なんかあるんだろうね。解放してからかな。あったあった。浄化ポイントね。まあそんな簡単にはさせてくれないって感じか。ちょっと待った。今動きが気持ち悪かった。痛い。待って待って待って。一発でかくねえか。やばいやばいやばい。ちょっとほんと一発でかいな。痛い。いや攻撃早いんだよな。回避できて3回。痛い。いやー分かんねえな攻撃が来るタイミング。いやーきついね。さあとりあえず走って。おお結構弾くねーって思ったら来たね。痛いなあ。いやマジか。シールド貼るのも早いな。そうだね、回復要因として考えれば。爆発で。ですよね。そこ行くしかないね。回復回復。いやー回復アイテム欲しいなーマジで。おおめっちゃ近くいるじゃん。痛いねー。いやーマジか。
さあ、もう一回ぶつけるものも効率よくっていうか、結構慎重にやらないとね。いいとこまで行ってたんだけどな。一発食らってからがきついね。さあ、もう一回聞いたじゃん。いやー、早いなー。シールド貼るのも早いなー。あそこ、もうちょい減ると雑魚敵出てくるのかな。そんな感じだよね。にゃー、マジか。まあね、これロックオンができるわけじゃないからね。ナイスロッケラン。ダメージがなかなか取んないね。もうちょいかな。人員捕獲。待ってくれ、今ミッションはいらないね。今そのミッションはいらないね。あ、出てきたね、雑魚。トリックトリック。そうそう、回復が欲しい。どっちみちね、このナイフだと一発で死ぬからな。ちなみにボスの名前はなんだ？ルイス？研究員なのか。おお、マジか。みんな。さあ一発。肝心のボスは。
中央。さあ回って回復取りながら。これの方が早く危ない危ない、引っかかってる引っかかってる引っかかってる、しっけーなー、回復回復回復。あとちょい、よし、あとは雑魚のみ。お、倒したね。いやーめちゃくちゃ大変。やっぱちょっとアイテム集めとかするか、結構辛くなってきたね、サブしてないとね。まあ、とりあえず解放。よし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 。いや普通にむずいよ。でエレベーターがこっちは別の道か。まあここはいけるとして、アイテムと生地だね。あと右行って、こっち側扉ってあったっけ。ああここか。行事性研究室と。研究室なんかアイテムあるかな。なんかの実験はしてたような感じだけど、特にその資料という資料が、あ、こっち行く感じやね。おお、テレビあったあった。あ、この辺りはやり込みっぽい感じかな。こっちに行って、なんかアイテムあるかもしれないね。あーセキュリティそういう感じですか。あーこれ結構物語後半になってアイテムが手に入る感じかな。前半は頑張るしかないんだね。そしたらとりあえずボードで、こっちは進む。え、じゃあこっちはエレベーター、オフィスって書いてあるけど、あ、やっぱエレベーターか。ただこっから別のところにも行けるってことだね。戻りに来てみようかな。アイテム
得意。これは何の実験してるんだろうね。Altered item number 52AE analysis session 2. I will begin with various stimuli. あ、ヒル。First, a low voltage electric shock. No response. Next, I will introduce heat via a standard Bunsen burner. No response. Next, a series of solutions will be applied, each with a different value. このアヒルなんかちょっとおかしいよね。まあなんか実験はしてた感じだね。This way to the lab? Okay. You must like these HRAs. Sounds like Darling built them. And most of the things around here. If Marshall can't help us with Dylan, he's our next best bet. Assuming he's not dead.Or taken over by the hiss. Idari poi ga. Koko wa kakushi poi ne.なんかアヒルっぽい声が気のせいか。お宝だけ。回避効率レア度高いのかな。10か。結構ね、回避効率あったとしてもなかなかきついのよね。はいはい、こっちこっち。そう、なんか変なのが、同じようにしろってことか。まあ謎解きが入ったね。まあ同じとこをしてただけだけど。ヘドロン共鳴増幅器と。Any idea how to make it work? そう、さらにと。なんか怪しい感じの。これは後で飽きそうだね。まあ、フル。てみる前に資料をね。どうせなんかイベント起きそうなんでね。あそこ照れそうだね。これはさっきのか。Hello again, Director. It appears we have a new problem.We need to get the HRA machine working. I've replaced a couple of spark plugs, but this looks a bit more complicated. Darling must have had a system. Randomness isn't in his nature. The punch cards, the symbols, the terminals. How do they connect? I'll see what I can do. さあ、謎解きと。まあ今のカードを並べる感じか。これゲット。またあと何枚か。そこでなんか並べるんだろうね。こっちは、カード全部だね、まず。さあ、
ほう。ああ、どっちかってこと？横のある、ああ、1,2,3,4,5 ってことか。ってことは、これと2は、まあこうで、ここ1。1は、なんか不思議な形だね。あったかな。これかな。うん。で、4番目が左側だけ。これが、あ、これ5か。4が、で5があれにしてみようか。いや、でも4は違うのになってるね。で5は余ったの入れる感じかな。考えられるのが、2と3を入れ替えると。うん、来たね。形を見ていくと、規則性はなしか。まあやってみよう。さあ動かすぞ。あ、やっぱなんか反応してるね。これあれかな、能力解放かな。The prism shattered. Darling's prototypes have a lot of issues. We need a new plan.そう、そのプリズムが何だったのかということだね。はい、いうことで、今回、動画の方はここまでにしましょう。まあ、ちょうどキリがいいんでね。ということで、ここね、ご視聴の方ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回会いましょう。ほんじゃあ、またな。